俺テンチムとはもともと恵比寿のメデューサっていうカラオケバーで、友達の誕生日か飲み会かなんか20人ぐらいでみんな集まった時に、知り合いの元 AKB の子がテンチムするみたいな。それが俺は初対面、仲良くしてあげてって言われてテンチムと LINE 交換して、でもその時は別に LINE 会したぐらいでそんなにまみれなかしてなかったけども、まあある時にテンチムと麻雀の話になって、東さん麻雀するんだ、強いらしいねみたいな話になって、やってやろうやみたいな話をしてる中で、彼女から麻雀に誘われたわけよ。六本木のね、リモアライザーからね、ちょっとまあ店の名前出したら多分あかんと思うから、まあバーがあって、そこのバーの営業終了後にそこに団宅が一台あって、そこで麻雀してたけど、そこに天地も呼ばれて、なんて怪しいところで麻雀するんやと思って初め行ったけど、そこに行った時に、まあ、テンチムと、あと小倉くんっていうプロの雀士なんかな、競馬の YouTube とかもやってるとか言ってたけど、その彼と。で、その時はまた違う社長やったけども、2回目か3回目のタイミングでライバルリーダーってやつやったわけ。で、4人で、まあ、3人うちの麻雀をしましょう。まあこれ健全に麻雀してるだけやったら健全やけど、まあかけてる金額がエグいわけですよ。1回の負けで100万200万飛ぶような麻雀を僕らやってたから。で、その頃テンチムとそのライバーの伊沢と小倉君と両麻雀やってて、まあ俺も負けるときは100万200万平気で負けたし、彼女も負けるときは負けてたし、でそんなこんなでずっと賭博行為を続けてて、でテンチムは俺とだけ麻雀してるんじゃなくて、西麻布の港区に遊んでる子とかよく知ってんねんけども、原ちゃんって呼ばれてる原監督の息子がおって、その原ちゃんとかともよう麻雀をしてたみたいで、あといろんな社長とかそこでも大きい金額をかけた麻雀が夜な夜な繰り返されてて、まあ彼女一時麻雀に多分ドハマりしてたから、でそんな麻雀にドハマりしてる時にブラジャーかなんかしたいかなんかの通販の件で詐欺やね戦えたやんか。まあ戦えてる時も彼女がそのいろんな YouTuber の子らとなんか謝罪文章みたいなのやってる時でも、俺一応 LINE してあんな謝り方したら逆に炎上するんちゃうとか一応アドバイスはしてて、アドバイスとか心配やったから、それに対して返答も来てたし、やっぱまずいかなみたいな。その頃は麻雀やめてたけど、そんなこんながあって、まあ俺がこういう状況になった時に、俺は何かの用事で天地見られてた時に不倫に伝えたわけよ。だからこのタイミング、映画をやるっていうタイミングで、あの子と一緒に賭け麻雀やってたことを全部喋ろうと。これもバリバリ言われるよ、多分。何とか行為やって。でも言って、見失うもんないから、全部喋るから。